エスゴスは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体。コマルカデオーレンセとリベーラ、サクラ地区に属する。自治体住民名簿によると2009年の人口は1234人。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は97.02%。エスゴスは、オーレンセ県の北部に位置し、コマルカデオーレンセに属する。 隣接する自治体は、北は、ノゲーラデラムイン、東は、シュンケーラデスパダネード、南は、マセーダと、パデルネデアジャリス、西は、オ、ペレーロで、アギアールである。自治体主張は、ガリシア国民党のマヌエル・ブランコ・ペレス。自治体表議員は、ガリシア国民党。6、ガリシア民族主義ブロック。2、ガリシア社会党。1となっている。 エスゴスは7の教区に分けられる。ネーラ、カルロス、エボリューシオンのウソドゥージェリゴ・ポル・コンチェロズ、プラザ・プーブリカ、http、プラザ・ガル、リクールソ、1263、エボリューシオンのウソドゥージェリゴ・ポル・コンチェロズ、ディショナーリオ・ゼオグラフィコ・イラストラードで、ガリツィア・ボリューム10、p159 から160、ジオグル。パブリケーションズ、2009。 ISBN 978から84613582058。パブラシオネスデイチョデスで1900アスタ1991。シフラスオフィシャルズデロースセンソスリスペクチボス。シフラスオフィシャルズデパブレーシアンリザルタンツデラレビシオン。デルパドロンミューニシパルウェイチデエネロ。ありがとうございます。